こんにちは、花町接骨院久松です。今回は自律神経と腰痛の関係についてお話ししていきます。自律神経と腰痛って関係あるのかってお考えになったと今いらっしゃるかもしれません。自律神経というのは主にね、メンタルとかね、もう体調自体の方に影響を及ぼすのであって、腰痛は関係ないだろうってね、一般的にはお考えになるかもしれないですけども、実はね、少なからず関係があるんです。どういうことかお話ししていきます。まず自律神経っていうのは交感神経っていうのと副交感神経に分かれております。交感神経っていうのは活動している時に優位になる、ふわーって動いている時に優位になるのが交感神経。そしてここで体が興奮状態、興奮のスイッチが入っております。そしてもう一つあるのは副交感神経っていうやつで、副交感神経は休息している時にもう優位になるような神経、まあ、もう回復ですね、回復のスイッチが入っている状態。このね、交感神経と副交感神経、この2つのスイッチがうまく切り替えがいくことによって、我々の体調というのはいい状態で過ごせるようになってるんですけども、ところがこう自律神経が乱れる、ほとんどのパターンとしてはこの興奮のスイッチ、交感神経が優位になる場合が多いんです。そう、交感神経が優位になっている場合、時間が長い、うまく副交感神経に切り替わらないで回復のスイッチが入らないでいると、どうなるかというと、もう常に緊張してるわけです。ふわーっとイメージは常に動物園のライオンの檻の前にビーッと立ってるような、もうこのぐらいの距離で立ってるようなイメージ。それでリラックスできますかって言われたら、できないじゃないですか。そう、常にもう緊張して、おー、ぐわーっていう、もう興奮のスイッチが入ってる状態。そうなると、体が休まらないんで、緊張して体がもうぐわーっとこわばって、硬くなっちゃう状態。体が硬くなってこわばってる状態が続いてしまうと、もう体全身が疲労しちゃいますから、そうなってくると、体の要である腰に負担がかかります。そう、腰って、この左側の突きは肉突き、そして右側要、体の要であります。腰はね、もう読んで字のごとくの体の要である腰に負担がかかる。ですから結果腰痛が出てしまうということになります。ですから、あの、例えば何か物を持って腰を痛めてしまったとか、運動で動いて激しく動きすぎて腰に負担がかかって痛めてしまったということでなく、何にもしてないんで腰が痛くなっちゃった、なんとなく腰が痛いなっていう場合は、この自律神経の乱れによる原因っていうのは結構多いです、実は。はい、でそういった腰痛に対して、ただ腰が硬くなってますね、じゃあマッサージしましょうかって言って、結果として表面に出てるところだけいくらもんで柔らかくしても、根本的な部分が解決しないと、その場が気持ちいい、その場しのぎになって、その場は楽になったような気がするけども、根本的には解決しないということになります。ですから、しっかりね、そういった状況の場合は、体だけじゃなくて自律神経を中から整えていくこと、回復のスイッチ、副交感神経を、入れていくことが大事になります。そのためにはしっかり自律神経を整えて、動くときには動く交感神経を働かせるときには働かせて、回復させるときにはしっかり副交感神経を出すっていう、そういうふうな体にしていかないといけないわけです。私の場合は、もう私の治療にいらっしゃった方に関しては、あまり極端にその腰痛でいらしても、その腰痛の症状を、だけに特化したという感じで施術はしません。お体全体のバランスを整えていくっていう方向で治療させてあげます。ですから自律神経がね、しっかり副交感神経が出ていくように、神経の調整を行うっていう形でやります。腰が痛いから腰に対して何かするっていうのはほぼほぼないです。ただね、それで自律神経が整って体の回復のスイッチが入ることによって、結果腰痛も劇的に改善されて、ぎっくり腰の方も、慢性的な腰痛の方もかなり私のところでは回復、
して喜んでいただいております。そう、自律神経を整えていくことが腰の症状も改善させることにつながるんです。はい、ということでね、自律神経と腰痛の話もう一回まとめると、自律神経は、活動している時に優位になる交感神経と、休んでいる時に優位になる副交感神経があって、そして自律神経が乱れている場合ってほとんどが皆様がもう普段の生活で頑張りすぎて、交感神経が優位になって体が緊張して体が硬くなっちゃう状態、体が硬くなると体の要である腰に負担がかかる、結果腰痛が発現するっていう形になりますので、自律神経の乱れを整えてしっかり体の回復のスイッチを入れることが、明らかな原因のない腰痛の改善になります。ということで、もしあなたが、原因がない、なぜか痛くなってしまったという腰痛でしたら、自律神経の乱れというのも頭の中に入れておいていただけるといいんじゃないかなと思います。そしてあなたに合った、治療、あなたに合ったセルフケアをやってみるといいです。また私、その自律神経の整体で、強いぎっくり腰のない急性の腰痛も、または原因がない慢性的な腰痛もしっかり改善させていくことができます。もし、興味がありましたら、私の方にご連絡なさってみてください。また腰痛だけでなく、お体の不調、内臓の不調、そして、メンタルの不調、そういったのも私の自律神経の整体は対応しておきます。もし興味がありましたら、下の概要欄をご覧になりまして、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週、木曜日の夜21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日の夜21時から22時の間スタートで、ご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信やっております。内容は、2回とも同じ内容なんですけども、1週間の配信した動画のおさらい、そしてあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。またいらっしゃる方でご希望がございましたら、ご覧の方全員で合同でエネルギーの調整を行うオンライン遠隔整体も合同でやっております。これは1対1の、ね、やつに比べると効果は下がりますけども、やった方から手足があったかくなったとか、よく眠れるとか、そういった声もいただいておりますので、そんな私のライブ配信、参加していただけるとすごく嬉しいです。また、もしあなたのご自宅が遠方であったりする場合、または外に出るのがもう辛いぐらい調子が悪い場合、またこのご時世外に出て移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、そういった場合はご自宅にいながらスマートフォンの画面やパソコンの画面を共有して、あなたの体の調整を行うオンライン遠隔整体、1対1でやっております。これでしたらあなたの体に触らずに、移動もせずに、あなたの体を整えていくことができます。そんなオンライン整体も、興味がありましたらご連絡ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。